黙秘権をめぐるディベート対決で芽生える恋心？加害者援護は本当に必要なのか？みんなの考えやいかに？テミスの教室、リーガル青春白書第2話。今回はロースクールに通う学生たちの生活環境や考えが明らかになっただけではなく、雫の講義内容によって個人の主張を学び、学生たちは自分たちの気持ちを胸を張って主張することができ、成績は上がらなくても大切な一歩を踏み出したように感じましたね。次回は黙秘権をめぐるディベート対決が繰り広げられるようですが、予告映像ではキリアが雪乃に付き合ってくださいと頭を下げていたり、雫が恋だねなんて言っているシーンもあり、どんな展開が待っているのやら心が躍りますね。とはいえ、ときめき学園物語ではないはずなので、ハートが飛んでいる様子はなく、雪乃は相変わらずツンケンしている上に、加害者には被害者と同等の苦しみか罰を与えるべきと声を荒げている様子もあり、あの雪乃がそこまで感情的になるなんて、彼女の心中に触れる何かがあったのでしょうか。気になるところです。黙秘権を行使されたら起訴はできても無罪となる可能性が高いらしく、この黙秘権の肯定派を真中、水沢、ひまわりが担当し、否定派をキリアと雪乃が担当してディベートを行うとのことで、学生たちがどんな意見を持っているのかも注目ですね。そこでは温厚で平和主義そうなキリアですら、行き過ぎた加害者擁護は無能な法律家の言い訳に過ぎないというようなことをズバッと言い放っていて、雪乃と接することでキリアにも何か目覚めたのか、それが恋なのか、そこも見逃せないポイントですね。このディベートの1回目は、ジャッジを任された葵によって、真中たち肯定派の勝利となるが、第2回目は肯定派と否定派を入れ替えてディベートするそうで、違う立場になった時、学生たちがどんな考えを抱くのか見物です。一方、雫には刑事の風見が接触してきて、風見が担当した事件について裁判官として雫の意見を聞きたいと言ってくるようですが、雫は見聞きしていない裁判なので軽はずみな見解はできないと断るみたいで、この風見が追っている事件が今後どう絡んでくるのかもかなり見どころになるんだろうなぁと、今からそわそわしてしまいます。黙秘権とディベートを通して雫は学生たちに何を教えることになるのか、次回も楽しみですね。今回は水沢を筆頭に、ひまわりやキリアの胸の内と自分自身の葛藤が現れていて、共感し応援したくなる気持ちが芽生えてきましたよね。銭湯でタトゥーを入れた男性が入店拒否され、店主と揉み合い怪我をさせられたことで1000万円を請求してきた事案が抗議内容でしたが、そこから憲法の個人の尊重の話になり、あそこまで学生たちの心を動かすとは、雫は教員としてすごく素敵な考えの持ち主だなぁと感じました。確かに葵が言うように、そのことを考えたところで試験には受からないでしょうが、勉強している時のモチベーションの維持だったり、目標の再確認だったり、いい刺激になっていると思いますよね。このタトゥーの方の銭湯への立ち入りについては、ツイッター上でもいろいろと意見が分かれていましたし、難しい問題ですよね。入ってくる方が悪いや、店主の言い分はもっともだ等の意見も多く、こういう意見にどんどん向き合っていくのがこの学生たちの未来なんだなぁと、現実世界とリンクさせて
本当に大変な勉強をしてるんだなぁと感心してしまいました。特に水沢は自分の周りにいる人たちのために弁護士になりたいと寝る間も惜しんで勉強していて、本当に立派だなぁと感動しました。正直、この実務演習の講義を取っている他の学生は勉強だけしておけばいいので、水沢がお前らはいいよな、のんきな人生で、と言いたくなる気持ちも分かってしまいましたね。ひまわりはそれに対し、のんきに生きてるわけじゃないって言っていましたが、これまでの様子で勉強にやる気があったようには見えていないので、彼女なりに息苦しかっただろうけど、のんきに生きてることには変わりなかったんじゃないのかな、なんて厳しい目で見てしまいました。とはいえ、ずっと父の言いなりで生きてきてしんどかったとは思いますし、唯一感じた幸福が冷凍みかんというのも切ないものがあるなぁと思いました。なので、今回のことで自分のやりたいこと、そのことを伝えて頑張ろうと思う気持ちを持てたことが、ひまわりの人生のスタートラインだと思うので、今から頑張っていってほしいなぁと思わずにはいられませんね。雫が教えてくれた、人のために伝える努力をしなきゃいけないということと、胸を張って主張していいんだよということが、結構胸に刺さるものがありました。もともと人間は、察してよとか、言わなくてもわかるでしょ的な考えがある生き物だと思いますし、言ったことで面倒なことになるのは避けたいなぁと思うことも多く、我が身を振り返り、わざわざ言わないという選択をすることが多くなっているかも、と考えさせられました。他人の頭の中や心の中なんて、絶対にわかることなんてないっていうことは、頭ではわかっていても、わかり合うために動こうとはしてなかったなぁと、学生たちと同じように、雫の言葉から学びを得たように思います。こんなにしみじみ感じる気持ちになっていたのに、雪乃は、何これ、道徳の時間？って言ってくれちゃって、あまりの辛辣さに飲んでいたお茶を吹き出しそうになりましたね。なんで雪乃はこんな機械みたいな人間になってしまったのか。正解か不正解かだけを求めていて、彼女自身はどんな法律家になりたいのか、なぜこの道を選んでいるのか、ますます興味が湧きました。そしてもう一人の優等生、マナカは完璧ないい子ちゃんの仮面を崩さず、雫が学院長とつながりがあるのを知って、この実務演習ですら自分の試験のために利用していて、爽やかすぎる作詞っぷりが一周回って愉快に感じましたね。志望動機書をちゃんと提出するのも、水沢に謝ったのも、みんなの意見を尊重してまとめようとするのも、全部パフォーマンスだと思うと、めちゃくちゃ腹黒くんですが、意外にも彼の夢は弱者を救う弁護士とのことで、それすらもパフォーマンスなのか、彼の本当の考えはどこにあるのか、今後も注目して見てしまいそうです。ひたすら美しすぎて、そのことだけでも女神のような雫と、闇の住人のような葵のやりとりも面白くなってきましたし、これからどんな講義があって、みんながどう感じ動いていくのか、次回の放送も待ち遠しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。